12月になりましたので、今回は12月にやってほしくない NG 行動を2つ、そして意識してほしいことを1つ伝えていきます。いくんですが、まあ、受験直前ということもあってちょっと強い言葉を使う場面が出てくるかと思います。今もしみんなのメンタルがね不安定だなって思う方はこう下に引っ張っちゃうかもしれないので、ちょっと見るタイミング気をつけてください。いいかな、お願いします。では早速本編参りましょう。改めましてどう？はい、ちーです。まず NG 行動2つなんですが、これはもうみんなも自覚してるし絶対どっかで聞いたことあることだと思うのでサクッといきます。でも改めて大事なことなので伝えさせてください。まず1つ目は新しいことを始めるです。これはみんながみんな NG ってわけではないんですけど、まあ、この時期って焦りがとにかく出てきますよね。で、焦りから新しい参考書買った方がいいんじゃないかとか、今までやってきた勉強法、勉強リズムじゃダメなんじゃないかと思って、新しいことの方がさ、良さそうに見えんだよね。なので、新しいことにガラッと変えようとする人がいます。ただ、もちろんそれがね、いい方向にはまることもあるっちゃある。でもね、結構レアケース。それは多くの場合がリズムを崩しちゃったりとかで、参考書変えてもさ、今やってるね参考書がもう完璧だと、もう覚えちゃったもんみたいななってんならいいよ。でそれはもうねグレードアップしていこうぜ参考書で。もそうじゃなくて中途半端で終わらせて次に行く。でそこも中途半端になんだよ、もう時間ないし。そもそもだったら今も相棒でやってきた参考書こいつを完璧にしようって、もうやり尽くしてやるぜって、それでやってみのが絶対力がつくし、あとは自信がつくから。だから理由がね、自分をもっとこういいパワーアップするためにって前向きな気持ちで変える、新しいものにチャレンジするために OK なんだけど、そうじゃなくて焦りとか不安とか新しいものがいい気がするってそう見えちゃう時期だから、そのね感情から新しいことに手を出そうとしてる人は一回止まった方がいい。いい方向に行かないから。なのでそこの冷静さはぜひ持つようにしてください。そして二つ目の NG 行動は睡眠時間を削るです。もうこれは多くの方が言ってると思うんで、で俺も毎回言ってるんだけど本当にいいことがない。もちろんさ、その睡眠時間削ればさ、物理的にね、勉強できる時間は増えてるよ。増えてるけど、でも、長い目で見たとき、定着率は下がるし、体調は崩すしって、いいことがない。だから、急がば回るじゃないんだけど、ちゃんと睡眠時間は取るの。今まで取ってきた睡眠時間ね。で、それをちゃんと確保した上で、じゃあ起きてる時間をどううまくやりくりしようかなって、そっちに目を向けてくれ。寒くなってきてるし、免疫力も落ちるし、流行り病も出てくる時期。で、みんなは疲れてメンタルもやられてる時期だから、免疫力落ちてるからね。で、そこで体調崩してみ、風邪ひいてみ、自己嫌悪になる。もういいことないから。だからちゃんと睡眠時間を取る。で、あとプラスアルファで、ちゃんと食べる。食べて、手洗いうがいして、ちゃんと寝る。当たり前のことなんだけど、この当たり前のことをやり続けられるかって結構大事なんよ。で、意外と焦りとか不安にやられちゃって、気づいたら削ってくから、ちょっといっかな、ちょっと削ってこっかなっていう、ちょっとが積み重なって、意外と大きな睡眠時間を削ることになっちゃうから。だから、睡眠時間は削らない。これは約束。いいかな？これは約束した上で、ぜひ12月頑張っていってください。そして意識してほしいことは、24時間勉強のことを考えてください。って思った方もいるかもしれないんですが、これは24時間勉強し続けるとそうじゃないよ。そうじゃないんだけど、例えばお風呂入ってる時とかご飯食べてる時とかもずっと頭の片隅に勉強のことを考えててほしいの。つまりさっきやった勉強のことを思い出すでもいいし、明日何やろうかな、どうしようかなって、それは不安になれって言ってるんじゃなくて、定着させるために全ての時間をレベルアップのためにしろっていうこと。いい？友達と LINE をしてる時だって考えることはできるからね。ここちょっと難しいところだと思うんだけど、もう気を抜く時じゃないの。気を抜く時間なんてない。自分も受験生の時そうだったけど、もうこの時期はずっと勉強のこと考えるんだって。いい？そのぐらいの意識を持ってほしい。で、その意識を持ってたら、みんなが隙間時間にやってることが必要かどうかが絶対精査できるようになる。みんな TikTok 見たりとかする方も多いと思うんだよ。もちろんいいんだよ。休憩時間は見ていいんだけど、例えばさ、TikTok を見てる10分休憩、意外と1日の中でいっぱい撮ってたりしないか、その時間。10分の休憩を10回撮ったら100分だと。
もちろんそれが必要ならいい、必要ならいいけど、でも勉強のことをずっと考えて、自分にとってなおどういう時間の使い方がプラスなのかなって考えてったら、減らせないか、そこは。ゼロにしなくていい。ゼロにする必要なんてない。絶対メリハリは必要だから、やるとき、オンのときと休憩するオフのときは必要なんだ。必要なんだけど、でも自分の今使ってる時間がこれでいいのかなって。もっともっと、さっき言ったけど睡眠時間は削れないんだから。起きてる時間をどう使うかなんだから。だからそこの部分を考えてたときに、常に勉強のこと、受験のことを意識して、まあ嫌でも考えてると思う。でもそれは不安になるっていうところ、焦るっていう、そのなんかさ、どうしようどうしよう、そこで考えるんじゃない。今できること何かなって、もっとできることないかなって、どういうふうに時間使ったらいいかなって。そういうふうにちょっとね、そこまでさ、追い込めって言っちゃってるような感じしちゃうけど、でも大事なんだ。そうやって12月を過ごしてたら、来月の共通だったり、中学生は私立の入試だったり、やっぱりその12月をそういう意識で戦い抜けた方は自信がつくから、そう過ごしてほしい。難しいし、ちょっとしんどいことをね、要求してるのは分かってる。分かってるけど、でももっとしんどくなっちゃうから、来月。だから、来月のしんどさに、それに耐えうるメンタルになってほしいので、ぜひそこを意識して過ごしてもらえたらと思います。はい、ということで今回もここまでお付き合いいただきありがとうございました。ちょいとね厳しい話しちゃったかもしれないですけど、でもやっぱ大事なことかなと思うんで、やっぱりこの業界長くいて、当然受験っていうのは全員が第一志望いけるわけではないんですよね。嬉し涙ではなくて悔し涙を流す生徒が出てくるのもやっぱり分かっているの。ただ自分がね、その塾講師の時から生徒見てきてて、で今もさ、みんなの活動こう受験報告とかいろんな話をこう聞いたりする中で思うのは、やっぱり自分と向き合って戦い抜いた人っていうのは、第一志望に行けなかったとしてもやっぱりそこで感じるものというか意識がやっぱ違うんだよね。前を見ることができる。で俺よく大事な言葉で思ってるんだけど、どこに行くかって大事だよね。大事さ。第一志望に行けたら一番いいけど、でもどこに行くかよりも行った場所で何をするかの方が何倍も大事だと思うんだよ、俺はね。だって第一志望行ったってそこでさ頑張れなかったら、だってみんなの人生ここで終わりじゃないし、まだ続いていくからさ。だから行った場所で何をするかのが大事だよって。でそれをやっぱり頑張ってきた人っていうのは悔しいよ、悔しいけど、でもこの場所でできることやるしかねえよなって、自分が頑張ってきた自負があるから、その頑張れるっていう自信があるから、この場所でも頑張れるってなりやすいのよ。もちろん全員が全員じゃないけど、だからこう一人でも多くの、俺もねみんなのこと生徒だと思っちゃうからさ、一人でも多くの生徒がそうなってほしい、なってほしいし、まあ第一志望に受かるのが一番なんだけど、欲しいし、あとはあの本編でも言ったけど、やっぱり1月に入った方が絶対しんどくなるんだよ、メンタルが直前にね。でもこう受験会場行ってさ、最初の試験ドキドキするわけよ。でもその問題用紙を始めって言われてめくった瞬間、この時によしって行くぞって自分に言えるかどうかって俺すごい大事だと思う。受験当日ここまでどんだけ頑張ってきたかも大事だよ。でも受験当日のこう気持ちというかメンタル、モチベーションってすごい結果に関わってくる。だからこの1枚目を力強く自分に応援メッセージを言った状態、頑張れ俺って言った状態でめくれるかどうかっていうのはこの12月すごい大事だと思ってるので、まあ、あんな話をさせてもらいました。まあ、一人でも多くの方が、まずね、まあ、12月今年も終わりだからね、みんな。終わるから、まあ、新年をよしって気持ちで迎えられること、そして試験本番の時によしっていう気持ちで、こう問題用紙をめくれることを心から願ってる。だから、しんどいとは思うんだけど、今月もね、一緒に頑張っていこうぜ。約束だ。俺も頑張るからね。はい、ということで今回もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では来週またお会いしましょう。ほんじゃまたね。バイバイ。12月頑張ろう。